夢の旧作、夢の旧作、夢の旧作、1889年、明治22年1月4日から1936年、昭和11年3月11日は、日本の前奏、陸軍商尉、郵便局長、小説家、詩人、SF 作家、探偵小説家、幻想文学作家、他の筆名に海若愛大ら、コートモド山頂など、現在では、 夢久し、夢休などと呼ばれることもある。改名は、ご神人銀園、安道小路。前奏としての名は、雲水、宝号を、萌え園と称した。出家名は、杉山安道、幼名は直木。父は、現用者系の国家主義者の大物、杉山主げる丸。長男は、インド緑家の父と言われる、杉山達丸。三男の杉山仁緑は、 童話作家となった。夢の旧作と、杉山三代研究会の杉山光丸は孫。日本探偵小説三大記書の一つに数えられる、必成の記書、ドグラマグラをはじめ、怪奇色と幻想性の色濃い作風で名高い。またホラー的な作品もある。詩や短歌にもたけ、同時代の他の作家とは一線を画す作家である。福岡県福岡市出身。 祖父母が離婚したため、祖父、杉山三郎平に育てられ、行動館、十次と、死教、液境、四書五教を教え込まれる。祖父母都合は、異母兄弟らの中で孤立し孤独な少年時代を送る。1892年、明治25年元黒谷藩農学師藩、北流、梅津忠園の,の元の元、農学修行に入門。大名神城小学校卒業。 人情高等小学校を卒業。福岡県立中学周遊館から、茂丸が愛人から家族の元に戻ってくることを条件に一年主願兵として、この医師団に入隊。除隊後、文学と絵画、美術への興味から1911年、明治44年に、慶応義塾大学予科文学科に入学し、歴史を専攻。翌1912年、 明治45年在学中に、見習い士官としての商工教育を受け、陸軍将尉を拝命する。1913年、大正2年、分弱を嫌う父茂丸の命により、慶応義塾大学を中退することとなり、福岡で杉山の応援を営むも失敗。その後、1915年、大正4年東京文教科本郷の吉富寺にて、出家し、 杉山や住地と改名しならや京都で修行し、吉野山や大台ヶ原山に入る。しかし、二年ほどで聡明大道のまま減続して、また農園経営に戻る。陽極北流の教授、父が車紙を務めたことのある、九州日報、後の西日本新聞の新聞記者を経て、ルポルタージュや童話を書くようになった。1918年、大正7年、鎌田倉。 福岡市、荒戸町と鎌倉派生の杉山家で結婚式4月25日、入籍は4月18日。1922年、大正11年に杉山萌園の筆名で童話、白髪小僧を西文堂から観光した。1926年、大正15年には、あやがしの鼓を雑誌、新青年の検証に発表して二等に入選。 作家デビューを果たす。以後、1928年、昭和3年に、関西の作家仲間で創刊された、両木二葉に衣せぬコラムを発表。夢の旧作の筆名は、彼の作品を読んだ父、茂丸が、夢の旧作の書いたごたる小説じゃねえと評したことから、それをそのまま筆名としたものである。夢の旧作とは、昔の福岡地方の方言で、無双化。 夢ばかり見る変人という意味を持つ。ここから作家として、九州の新聞などを中心として、本格的に作品を発表するようになった。1926年、大正15年に、後のドグラマグラの原型となる、狂人の解放治療を執筆開始する。同年3月16日には日本で、初めて切り絵を使った動画、ルルとミミを、 九州日報有敢に発表する。旧作の日記には、1926年、大正15年5月11日、終日、精神性理学の原稿を書くと記されており、これ以降、連日、強人公が執筆されている。さらに同年には、九州日報社が、経営困難となり、東京にて、父、杉山茂丸、東山光内田良平らと共に、 資金集めに奔走した。1929年、昭和4年に発表した教えの奇跡は江戸川乱歩から激賞を受けた。1930年、昭和5年5月1日に福岡市黒門三島郵便局長を拝命する。1934年、オール読み物発表の骸骨の黒穂がブラック差別を助長する作品とされ、 水平新聞1935年1月5日付で、休暖される。構想、執筆に10年以上をかけた代表作、ドグラマグラは、1935年、昭和10年1月に、小白館書店から刊行されたが、その頃の旧作は休止した父の莫大な夫妻の、整理と、父の愛人たちへの保障に追われていた。 翌1936年3月11日、渋谷区南平台町の自宅で、父の負債処理を任せていた朝日ビール重役の林、広氏を出迎え、報告書を受け取った後、今日は、良い日で、と言いかけて笑った時、脳一血を起こして混沌し、そのまま死亡した。夢の旧作のいくつかの作品には、特徴的な手法が取られている。一つは、 一人の人物が延々と話し言葉で事件の点末を明かしていく独白体形式によるものであり、悪魔当書、死なまえの袋などの作品が独白体形式の有名なものである。もう一つは、書簡をそのまま地の文として羅列し作品とする書簡体形式によるものであり、瓶詰めの地獄、少女地獄、教えの奇跡などの作品が書簡体形式の有名なものである。 代表作のドグラマグラも全体の半分以上が初巻体形式によって構成されている。だた数楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。